はい、おはようございます。音声報道でございます。今日なんですけど、朝の時計やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。というところで、まずはですね、スキーのね、選手がコロナになってて、まあ、名前は公表されてなかったですけども陽性で、まあ、試合出れないかもしれない、まあ、オリンピックガイドに従うみたいな形だったんですけど、陰性の方が再度再検査で、ね、確認されたみたいでオリンピックに出れるということみたいで、よかったですね。逆にこんな短期間から陽性から陰性になるのか、はたまた合計値だったのか、これどうなんですかね。ちょっと医療の方はね、あまり詳しくないんで分かんないんですけども、まあ、まずはね、でも陰性になってよかったなというところで、なんかそのニュースを聞いた時に、高校サッカーのね、準決勝の時に、ね、関東第一の選手が、陽性でダメだったじゃないですか。ね、ボイコット、なんかレギュレーションっていうか、大会のレギュレーションで、そこでや、ね、ダメになっちゃうみたいなのがあったと思うんですけども、もう一回再度試合前に検査して大丈夫だったらとかっていうね、やつができなかったのかなと思ったんですけど、まあでもあの日あれはどうなんですかね、当日やって陽性だったからみたいな感じだったんですかね。どうなんですよね、ちょっとその辺。でも前もって決まってたから、何日か経ってもう一回やって陰性になってたりとかしてるかもしれないし、そういう再検査のやつはできなかったのかなとかちょっと思ったんですけどね。なんとなくちょっとそのニュースを思って、なんか高校サッカーを思い出してしまいました。はい、まあでも本当にもう身近なところまでね、多分皆さん来てると思いますし、今までのコロナと違って、まあ、症状は軽いといえども風邪レベルで移っていくような感じだと思いますので、まあ、本当にねもう防ぎようがないのかなというところかなと思うので、まあ本当もう気をつけていきましょうしか言えないです。すいません。はい、もうお仕事柄ね、どうやってもね接触をするのがメインっていう人もいっぱいいらっしゃると思いますし、なかなか難しいなというところですね。はい、さあ、まずはそこからスタートしたところで、まず何が驚きかっていうと、セルティック、ね、ニュースでもいっぱい流れてましたけども、旗手選手、ね、大爆発してて、レンジャーズとの、はい、ね、首位決戦なのかな、確かそうですよね。プレーとかもねめちゃめちゃ見ましたけど、ね、ダイジェストちょっと見ましたけど、めちゃめちゃすごかったですね。はい、そう考えるとやっぱフロンターレがやっぱ優勝をこう、ね、近年すごいしてる中で、育成とか選手取りとか、特に大学から出てる選手とかね、めちゃめちゃすごいなと思います。はい、なので最近はだから高校サッカーとかユースから一回大学経由で、そこから J リーグになるっていうルートもね結構あるんですかね。三笘選手とかもそうですよね。はい、まあ、そんな感じで、ちょっと犬が吠えてびっくりしたんですけれども、はい、今日の朝の動画やっていきたいなと思います。はい、戦えドリームチームの方に目を向けていきますね。まずはアップデート今日から始まっていきます。改めて確認していくと、画面が、はい、レーティング制度、導入されてきました。これどういう風に表示されるのかね、ちょっとすごい気になるところなんですけども、あと連盟チャットの方ね、コメント固定できるみたいなので、そこの方がね、リーダー、サブリーダーのコメントが、固定できるというので、アナウンスをね、ログで流れないというようにできるというような形。そしてアプリのパフォーマンス向上っていうところが、非常に楽しみだなというところで、まあ、最近ちょっとね、重く感じる人などもいらっしゃるのかなと思うんですけども、まあ、これがね、快適になると。いうところですね。まあ、最近ゲームアプリね重いもの多いみたいなので、いろんなのねインストールしてるとね結構、複数のアプリ立ち上げたままやってると結構しんどかったりする場合もね結構あるみたいなので、こまめにねアプリ落としてやったりとかっていう人もね結構、聞きますね。はい、さあ、そしてオンラインでの感染コメントの通報機能がつきますということで、まあ、こちらがねいろんな効果にとって抑止になればいいなと思ってはいるんですけれども、はい、まあ、この辺どうなっていくかというところで、この辺ちょっとねどんな感じにやれるのかというのは見ていきたいなというところです。はい、さあ、そして、チャレンジロードなんですけども、これチャレンジロードがもうあれなんですね、きっとね。もう昨日改めてまたチャレロかとかって思ってたんで、朝トークで言ってたと思うんですけど、開催期間が1ヶ月になってるんで、もう月間通してずっと開催してて、いつでも回収してくださいよみたいな形になるのかなと思って、
はい、ちょうどなんか2月からねいろいろアップデートが始まっていくのかなと思うんですけれども、まあ、開催期間1ヶ月なので、まあ、次は3月5日に来るのかなというような感じの印象です。はい、そしてワールドチャレンジ2月11日までということで、まあ、2月11日のここの切り替えからバレンタインが来るんではないかなというところですね。はい、まあ、ワーチャレの報酬の最大がタモツくんになってるんですけど、もう今ログインしてタモツくんとかもらえるようになってきてるんで、またタモツくんの価値もね若干下がってはきてはいるのかなと。これログインボーナスでタモツくんもらえるようになっているので、まあただ現状ですとやっぱり重ねで2凸とか4凸したいキャラクターっていうのはいっぱいいらっしゃるかなと思うので、まあ、タモツがねあることには越したことないと。まあ重ねでね今どれくらいガチャを引く人、まあ結果的に重ね級のねあのかぶりをねかます人っていうのもいらね、かましてしまう人もねいらっしゃるかなと思うんですけど、自分もなんだろうな、余剰にいっぱい余っているの技マーガスみたいなフェスの時とか逆ピックアップ来てものすごい かさばっていく時あります、はい、そんな感じなんですけども、まあよくねかさばっていくかなと思うんですが、今日からは、ガチャということで、これまたね一回自分もチャレンジしようと思ってやめたんですけど、昔なんですけど、いやなんか嫌な予感がしたんですけどっていうのがあって、1700リリースガチャでマドリードブランコブルーのイヴァンゲルルイスファーゴというところで、一昨年去年でしたっけ、一昨年かなんかねありましたけど、カタルーニャとマドリードブランコのキャラがいっぺんにガーッと出て、染めパ作れんのかなみたいな、カタルーニャパマドリードブランコパ作れんのかなみたいな、作れるようになったんだけどそこまでランクまで戦えるほどではないみたいな形で、まあコレクションがてら集めていくみたいなね流れっていうのが若干あったかなと思うんですけども、まあその辺がまたね、多分実際集めて見た結果やっぱ遊びでっていう風になったというようなねところの人も多かったかなと思うので、まあ遊び感覚で集めていくとか、まああのブルーノとかも技がね新しい技とか、まあ例えばイヴァンゲルとかも新しい技、まあただオシュパーのメンバーとかにも聞くと、まあやっぱ今ディフェンダーがやっぱちょっと欲しい人が多いっていう話を聞くので、まああのイヴァンゲルそしてブルーノがねなんかあの今の日本パーの三崎くん、たけしはあれですけど、まあ三崎くん葵くんとか止まるような、キャラクターでなってると、まあ非常にね魅力的なガチャになってるのかなというような形ですね。はい、まあでも皆さんねどれくらいあのフレマとかオンラインやられたかなとは思うんですけど、ちょっと石崎やっぱりあの顔面タックルね、今カップ戦の報酬にもなってますけどすごい不安ですよね。やっぱり一番抜きやすいのは自分だと葵くん葵くん取り、まあ今ね昨日もちょっと本命見せましたけど、あの葵くん勝率もうほぼ 70% ぐらいになっちゃうんですよね。初弾クリティカルがあれね、あの極端なことにならない限り、そこまでねあの ドリブルでやっぱり一発で高い数値出していけちゃうので、もうあとはねやっぱり今日ランクマン結構やってましたけど、やっぱ皆さんあの PL でねやっぱり石崎ガンガン当ててきますし、まああの時間経てば日向君でもね抜ける数値になってくるので、まあやっぱり石崎君に対して強ドリブラーでガンガン仕掛けるというのがまあ一つ作戦の一つになってくるかなというところ、またスタミナがねあのスタミナ消費量高い技も多いので、まあ1回2回やると渾身がどんどんガーッと下がってって結構減る、前半の最後の方とかになるともう普通にねある程度のキャラクターだったら読み勝ってもねドリブルだったら取れるみたいな、パスカットの方はねある程度スタミナ減っても優秀かなと思うんですけれども、まあ、やっぱりあの検証通りっていうあの検証動画出させていただきましたけど、まああんな動画の通りっていうのと、まあ、やっぱ強いタックルちょっと欲しいなっていうようなところですかね。まあこれは裏部を入れるしかないかと思ってあの動画にはしなかったんですけど、裏部インして触れましてとかをやってたんですよ。じゃあ今度浦部くんが今浦部きついなっていう結構
構やっぱり勝率がきついんですよね、あのタックルにしてもパスカットにしても。今のやっぱりその力中心のキャラクターに対して、まず絆っていうかバフ絆も下がってきますし、まあ、サポートっていうのもあるんですけど、もう単純に浦部単品が機能しづらいので、極論でいくとドリドリで抜けたりとかもするんで、結局まあ一手間ね増えますけども、逆に美咲くんとかはマッチアップ勝利ボーナスとかね乗る形になるので、うん、ちょっと浦部、まあサブには入れたんですけど、どうかなと。すごい、そしてアプリが固まっているので画面が動かないはい、さあなぜ固まっているのかわからないんですけど、今日はこの画面が固まって井川くんのままお送りしたいなと。本当に固まっているよ、はい、これ収録できてんのかな、収録は多分大丈夫かなと思うんですけど、アプリが固まっています。はい、さあ、そんなところでまずはワールドチャレンジ、久しぶりですね、こうデッキなんかワールドチャレンジなんか久しぶりな感じがしますね。はい、そして、まあ、チャレロの方は期間長いので、まあ、ゆっくりでいいのかなというところ。さあ、あとは皆さんメダル集めの方終わってますでしょうか。特にあの3241のね金褒め持ってない方はぜひ、ね、3241の金褒め交換しておくといいんじゃないかなと。自分とかも使ってますし、まあ、今ランクまでも結構ね多く見るフォーメーションの一つかなと思うんですけども、まあ、3241の金フォーメーぜひね、せっかく取れるチャンスがありますので、ぜひゲットしておくといいんじゃないかなと思います。はい、そんなところで今日は終わっていきたいなと思うんですけども、あ、昨日ね YouTube ライブの方ありがとうございました。またで時間見ながらいろいろやっていきたいなと思います。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。